ビッグディッパーのレッスン5ですね。AI meets the arts 言ってますわ。AI 芸術に出会うってことですね。さて行きましょうか。さくらさんってことですか。人の名前やねこれね。Reads about the spread of AI。spread はまあ広がるとか広げるっていうような意味やけど、まあ the がついてるからこれ名詞で使ってんねんな。だから広がるとか言っちゃうと動詞になっちゃうけど、名詞でいきましょう。拡大とかかな、なんかないですか。これ動詞でしょ、動詞でしょ、動詞、はい、名詞。増大、増加、普及、あ、普及ね、広がりもいいね。どうします、普及、広がり、 AI の広がり、普及、普及にするかね。ちょっとかっこよく普及で言っておきましょう。ならせ名詞でいきましょうねと。ザがついてますんで、よいしょ、普及。これ、ザとか、あとかっていうのは、あな、名詞の始まりの合図やからね。ということで、AI の普及について読んでますせと。さて、AI は、じゃあ AI、コンマついてますけど、ここコンマコンマ来とうからな。つまりってことよ。カッコンマや、カッコンマこれ。AI、つまり、アーティフィシャルインテリジェンスですね。まあだからこれ、略して AI ってことな。AI。アーティフィシャルインテリジェンス、の AI。まあ、アーティフィシャル、人工知能ってことですよね。アーティフィシャルが人工的な。人工的、まあ、人工知能でいいか。知能。よいしょ。あ、ちょっと待って。口がないわ。はい、こうね。人工知能である AI っていうのは、handles、ハンドルは扱うとかでいいでしょう。よいしょ。これが動詞ね。あ、ごめん、手抜けた。扱う。A great deal of information。大量の情報ってことですか。ディールはこれ、量でええんかな。ででん。これも名詞でしょ。じゃあね、量ですね。動詞で使った場合は、deal with のディールで扱うみたいな感じやろ。あ、じゃあ分配するか。そうやったっけ。扱うとかなかったっけ。ディールちゃうな。あるわ、ほら、ありますわ。自動詞やったら、扱うっていうのがあるわ。他動詞やったら何々を分配するってやつね。で、まあ今回は名詞で使うてます。だから量でいいでしょう。程度とか量な。なんせこれもあがついてますんで、このグレートっていうのはさ、すごいっていう、まあ、形容詞ですから名詞ちゃうねんな。だからここまでが名詞やね。だからディールは名詞や。量でいきましょうなら。すごい量ってことやからな。だから大量の情報を扱いますよと。ね。It makes decisions か。It makes decision。make decision で決定するや。make decision。これで make a decision。もしくは make decisions で決定するやで。決定する。decide と一緒な。括弧 decide って書いておくか。ディサイドって一語で言うか、メイクディシジョンズっていうふうに二語で言うかやな。like humans。この like は当然どうしちゃうね。形容詞の like や。人間のようにってことです。それは人間のように、決定を下しますよと。AI は is used。B 動詞プラス過去分詞になってますからね。受け身ですよ。よろしいですか。B 動詞プラス過去分詞っていうことで、受け身や。使われていますってことだよね。使われる。AI っていうのは、in many systems、さまざまな多くのたくさんのシステムの中で、今日使われていますよと。この today は今日というよりかは今日の方がいいでしょう。まあ今日って書くんですけどね。今日って書いておこう。つまり最近ってことな。今日、たくさんのシステムの中で AI というのが使われていますよと。ボイスアシスタントシステムです。まあ、声でアシストしてくれるシステムですか。まあ、声でっていうか、もしやね、こっち側やんな。こっち側がこう、パパパって声で言うて。だから、例えば、Siri とか、Alexa とか、Google さんのやつとかね。とかありますよね。そういうふうな、ボイスアシスタントシステムっていうのは、are one example っていうのが一つの例ですよと。ね、いろんなところで使われてるんやけど、それが一つの例だよと。When you ask something, あなたが何かを尋ねたときやな。
The system, そのシステムは give you a quick reply、まあまあこれもいいような気もしますけども、give 言ったら2個目的ごとねんな。まず1個目があなたにや、これが2のとこな。次の a quick reply がこれが O の場所や。あなたに素早く回答を、与えますよということですね。くれますよという話や。パッとね答え言ってくれますもんね。How is this possible? どのようにしてそれは、これが可能なんだろうかということです。How はどのようにしてやで。どうやって。どうやって。どのようにしてこれが可能になっているんでしょうかと。主語は this やからな。これが可能です。They access a huge online knowledge database よね。Database。Huge は莫大な。大量のとか巨大なってことやからな。莫大なで言っておきますか。あ、一本足りひん気がする。よいしょ、こうね。莫大なオンラインのナレッジ。ナレッジって言うで、ナレッジ。ね、知識です、これ。大量のネット上にある知識のデータベースにアクセスをしますと。from this。で、そこからってことね。ここから。ここから。当然ここっていうのはここのことでしょう。そのデータベースから、they choose appropriate は適切なや、適切な、適ってどうやったっけ、こうか、適切なやな、words 適切な言葉、to make answers、答えを作るために、この to はためにやで、することためのためにしてのために、答えを作るために、まあだからすることためのためにしてやから、名形複複やろ、することためのために3つ目や、名形複複、3つ目は複やな、複指摘用法とか言うやつやね、make answers、 答えを作るために適切な言葉を選んでくるんだと、ね、そのデータベースのとこから。で、その次。The answers created by AI often seem to be just for you ですね。まず主語が the answers。これな。これが主語や。で、ほんで、これ動詞。これちゃうで。な。created by AI often seem。ここに動詞来てますもんね。これが動詞やからな。ということは、ここの created ってこの ed。これ過去分詞や。分詞ってやつ。要は、高知就職とか言われるやつですか、後ろから前に説明されてますよ、のやつや。こうやって。だから、AI によってクリエイトされた、この過去分詞になったから、なんちゃらされた〇〇って訳し方な。AI によってクリエイトされたアンサーって書いてある、ね。ってことは、AI によって作られた、生み出された答えっていうのは、しばしば、もしくは今、よく。しばしばって、正味日本語でいつかわんもんな。よくって言っちゃっていいっすよ。そういうふうな答えっていうのはよく、seem to be just for you。あなたのためにあるように思えますと。seem to be で一応書いておくか。何々のようだ。ようですってしときます。何々のように思えます。思えますとかね。とかにするか。何々のように、何々しているようだ。まあ、何々、どうしようかな、これ、just for you。あなたのため、ただ、あなたのためだけやな。just はだけでいいでしょう。だけ。のように思えますとかにする。に、思える。かな。AI によって生み出された答えっていうのは、あなたのためだけのように思えますと、よくね。で、And this is because the systems are always collecting data about you. ですか。まあ、this is because 言ったらな、これが because だよ、みたいな理由だよ、みたいな感じ、because なんちゃらかんちゃら、なんちゃらだから、みたいなやつやんな。だから、まあ、何ですか、これはなぜなら、みたいな感じか。なぜかというと、みたいな。systems, the systems are always、システムがいつも、always、いつもやで。えな。システムはいつも、コレクティング、コレクトは集めるや。まあ、いいか、コレクションとか言いますもんね。コレクティングデータ、about you。あなたについてのデータを集めているからだ。ということですね。
やらその答えってなんかあなたになんかぴったりの答えをバーンって返してくるけど、なんでやねんって言ったら、それはそのシステムがいつもそのあなたについてのデータを、集めているからなんだよってことや。これは何々だからです、まあまあ普通にそれでいいか、これはなんちゃらだからですっていいか、 This is because、 これは何々だからですにしとくね。でその次、AI is also used、 これまたあれね、 also 間に挟まってますけど、 is used やからな、受け身やで、使われていますってことや。はい、AI っていうのは、also また、使われている、also またな、使われています。in air conditioners、ね、エアコンですね。air conditioners。エアコン。エアコンにも使われているんだよと。よいしょ。じゃあまだやった。ここにコンマついとんな。このコンマどうせ and でしょ。air conditioners、ロボット、バキュームクリーナーズ、あのだからあれやね、ルンバ的なやつやんな、ロボット掃除機ってことです。ロボット掃除機や、車やね、カーセーフティーシステム、車のセーフティーシステム、安全システムとか、 and so on、 and so on はなどやで、何々など。だから、AI っていうのはエアコンだったり、ロボット掃除機だったり、車の安全システムなどにも使われていますということですね。で、they help our lives。これは lives やで、lives って呼んであかんで、前が our って言ってるからな。私たちのやら、our って。ってことは、その後ろは必ず、名詞が来なあかんすやん。わかります？だって our って例えば my と一緒やからね。my。っていうのと同じ感じだから、ほら、my pen とか my friend とかいうふうに言いますやん。後ろに当然名詞が来なあかんねん。hour だけで終わったらおかしいからな。じゃあこの lives っていうのは名詞やねん。ということはこれは life の複数形ってことね。life の、ちょっと待って、複数はねえの方やんな。これねえだけでいいんでしたっけ？ちょんいる？ああ、いりそう。ね、一応ちょっと見とこう。複数。はい、いりました。ね。衣編でした。life の複数形です。だからこれ lives って呼んでくださいよ。よいしょ。lives って呼んじゃうとね、live の、動詞の live になっちゃうから。ということなんで、life の複数形、lives です。なんせ、それらは私たちの生活をとても助けてくれるんだと。a lot はたくさんっていう感じだけど、後ろについとくの副詞や、とてもとかでいいんじゃない？とても助けてくれるんだよと。で、AI は seems to make everything possible。AI は、全てのことを possible にする。これ make AB の make やな。make A, B で A を B にするとかいうやつや。な。全てのことを possible、everything possible にするように思えますと。AI っていうのは全てのことが可能だ。可能にするように思えます。ってことでね。全部何でも可能なんちゃうんか。いうふうに思えてくるってことですわ。はい、ということで、とりあえずパート1がここまでにですよね。次パート2のパート3が最後ここまで来るねんな。はい、ということでした。お疲れ様でした。